て初めてこうやって大きくなるの。それの跡がこれですね。だから簡単に言うとこれへその緒みたいな、親がここにあったの。それの反対側から実が出ます。で、植え方的には植え方です。まずこのポットを外します。ちょっとこの下を揉んであげるとちゃんと外れる。はい、根っこだ。そう、根っこ。これを下に植えるんですけども、ここの芯がありますよね。芯とここの端っこがだいたい10センチぐらい、だいたいこれが10センチぐらいのところに植えていただきます。それのこれとこれの間で、植え方的にはちょっとこう見るとみんな斜めになってますよね。これわざと斜めに植えてもらってまして、少し後ろにですね、なんかこう綺麗に植えるよりもちょっと斜めでストレスをかけてあげて、ちょっとなんか試練を与えてあげるとか、はい、ちょっとストレスをかけてあげる。なのでこういう風に斜めになる。で、少し浅く植えてあげる。で、イチゴは根っこが、新しい根っこが下に出てって、これがどん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 こういう風に上がってきます。はじめはこう斜めに少し露出をさせてあげる感じで、だいたいここから10センチぐらいのところにこうやって植えてもらえればこれで大丈夫です。はい、それでさっき描いた、そう、それを横にさっと、はい、でちょっとやってみてください。当たらなかったらどうか。